大学院卒業した時に一人暮らし始めて、ちょっと料理してみようかなって思って、いろんな料理作ってるうちにパーティーでこれ出したら面白くないみたいな話になって始まりました。ゆきんちんブロスです。ウェブデザインをやっています。私は商社で OL やってます。私は通信会社で今論文書いてます。僕は、おもちゃ会社で開発をやってます。家で作るご飯とは全く別物。パーティーとかそういう運んだりとか、キッチンじゃない環境で出すスキルみたいなものがちょっと身についたような。でもなんか結構リクエストされることも多くて、夜中のパーティーなんて夜中に食べたくなりそうな、は考えて。で、なんで音楽がついてるかっていうと、こういうパーティーの時のオペレーションの時に、まあなんかキッチンだと2人しか入れないとかそういうのがあるんで、で残りなんか回って持ち無沙汰になった人が何するかっていうのを考えた時に、やっぱその音楽がいいかなと思って DJ もつけてやってます。今までずっとやろうやろうって言ってたやつ、箸を作るとか T シャツ作ろうって言ったのが、ワンダーキッチンっていう機械いただいて、まあ、なんとかできたんで、それが良かったかなと思ってます。まあ、みんな仕事があるんで、その中で自分たちが好きなことを続けられるモチベーションとして、なんか続けていくのが目標ですかね。